チカリダ TV の田代チカラです。今日は6月28日リーグ第17節の前日です。今日は朝トレーニングして、で帰りに散髪に行って、で少し昼寝をして、その後動画編集をしてました。動画がほぼほぼ完成したので、あとはアップロードするだけなんですけど、その作業はいつも行ってるカフェでしてこようかなと思います。試合前日なんでリラックスして過ごしたいと思います。はい、ということで夜ご飯の前にカフェに行って動画のアップロードしたりリラックスすることができてよかったです。それでは明日に備えてゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は6月29日リーグ第17節当日です。今日の試合は4時キックオフなので、ちょっと気温がねすごく高くなりそうなんですけど、しっかり水分とっていい状態で試合に挑めればと思います。で今日対戦するファルコンズは前期2対3で負けてるので、しっかり勝ってリベンジできるように頑張りたいと思います。はい、ということで試合の方は5対0で勝利することができました。前期2対3で負けた相手だったので、しっかりリベンジすることができてよかったです。前節後半のロスタイムに膝を打撲した影響もあって、今日は本当はスタートで出る予定ではなかったんですけど、風邪をひいてしまった選手と、あと他にも怪我をしてしまった選手がいて、結局スタートで出場して90分間プレーすることができました。前節の怪我の影響もなく問題なくプレーできたと思うので、その点はすごく良かったと思います。中3日でまた試合があるので、次の試合に向けてしっかりいい準備していきたいと思います。それではおやすみなさい。We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。3月にモンゴルに来て4月からリーグ戦が行われていたんですけど、早いもので残りあと1試合になりました。最初はね、もちろん優勝を目指して頑張っていたんですけど、現状は最後の1試合勝てば3位になれるという状況です。で、次戦う相手はまだ優勝の可能性を残しているチームなので、相手も消化試合ではないのでいい試合ができればと思います。次の試合まで中3日なので、今日はリカバリートレーニングを行って、明日しっかり休んで、明後日前日調整をして試合という感じで、準備期間は短いですけど、できる限り最高のコンディションを作って試合に臨めればと思います。リーグの中断期間が明けてここまで5試合行ってきましたけど、1つだけ引き分けちゃいましたけど、5試合負けなしで来てます。なので最後もしっかり勝って3位で終われるように精一杯頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。